ですね、はい、こちらの花束をお渡ししたいと思います。 おめでとうございます。2連覇おめでとうございます。やりました皆さん、おめでとうございます。世界一です、ありがとうございます。そして編集長はい、何ですかこれは、はい、本日の主役です。スタッフがいるんですよ。いいですか、右手通してください。はいはいはい、はい、そしてあとね、山さんね、大好物、大好物。どういう意味なんですかこれは。大好物、それでやります。あのね、これはあのハイパーレブっていうね、ええ、由緒あるあれじゃないですか。そう、決してオプションじゃないですよねこれはね。じゃないと思うんですけど、はい、オプションもですね、公演してるんですね。あ、そうなんですか。はいはい、ただね、イメージをね変えたいんですよ最近。僕も思ってたんですよ。世界チャンピオンじゃないですか俺、うん、ね、だからターザンとかラーマっていうのもうやめましょうよ。もうやめましょう。はい、うん、はい、じゃあこれでもまあ一応いただいておきますね。いいですか、はい、いいですか。ありがとうございます。一応好物なんで、はい、はい、ありがとうございます。はい、ではここからはですね、進行を塚本さんにお願いしたいと思います。わかりました。一度鼻大丈夫ですか。バナナと一緒に、はい、じゃあそちらにお入れいただいて、はい、お話をお願いいたします。すいませんね、いきなり、はい、申し訳ないです。はい、マイクこっちの方がいいですか。ああ、そうですね、マイク。もうそろそろ滑り始めますね。もういいかなって感じですね、はいはい、やめときましょう、はいはい。まあ、あのちょっと真面目な話を ね、 そうですね、真面目な話しましょう、はいはい、ワールドタイムアタックチャレンジ、はい、オーストラリアのシドニーで行われました。まあ、実は、今年2年目だったんですね。で昨年も、世界チャンピオンに、山田さん輝きまして、今年もまた勝ちましたね。そうですね、はい、なんとか勝ちました。おめでとうございます。ありがとうございます。いやいや、これはね、やっぱりね、ここにいるアニメテッドワークスの佐藤君を含め、そうですね、あの皆さんのやっぱりこう、サイバーエボのチームのね、はい、やっぱりこう力です、これは、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あの佐藤さん、はい、まあ、本当ごく簡単になんですけど、サイバーエボの、どんな車ですっていうのを簡単に紹介してもらっていいですか。なかなか簡単に言えない車なんですよね。もちろんです、はい、だとやっぱりショップさんがあって、そのショップさんのデモカーみたいな形で、はい、あるのが、まあ、一般的なチューニングカーなんですけれども、はい、サイバーエボっていう車の場合には、あの滝沢さん、サイバーエボの滝沢さんというオーナーさんがいらっしゃって、はい、ただそのオーナーさんもただのオーナーさんじゃなく、何から何までできる方なんですよね。でその、 あの滝沢さんの指示に従って、私たちが車を作ってセッティングして走らせて、はい、でもちろん山田さんドライブでっていう、いろんなで、エアロー関係は全部ボルテックスさんがやって、はい、っていう感じのいろんな、メーカーさんというか、専門分野の方が集まって作ってるのがサイバーエボと思っていただければ結構かなと思います。そうですね、もうレブスピードのうちの、年末のスーパーバトルでもおなじみですよね、はい、そうですね、はい、はい、やってまいりましたハイパーミーティングね。今回もね、もう最悪の天気でですね、もうなんかあれですね、あれまずやっぱりね、はい、一番最初に紹介しなくちゃいけないって言ったら、やっぱり HKS さんを差し置いてね、ありがとうございます。いやいや、もうね、ありがとうございます。はいね、はい、今回来ましたよ、はい、まあ最悪の天気ですけどもね、はい、なんかこう面白いネタはないですかね、ネタ。はい、はい、今ですね、うちのブースでは今このイチオシ、はい、このドライブレコーダー DMR ですね。お、なぜこのちっちゃいのこれ、こうカメラのこれ、やたらちっちゃいですねこれね。そうです、まあ、山田さんの場合は、まあちょっと違う使い方なんかで、ああ、ね、エロいみたいな、ね、やめてください、はい、俺はね、はい、キャラ的にはこうなんですけど、はい、実際スケベ度は、あのノブテルの方がねスケベだと思いますよ。あ、ですよねあまりね、はい、いやまあそんなことよりも、はい、これすごいですね、こうなんか。そうですね、これ今こっちのカメラで映してるんですけども。そうですね、じゃあ、まあ、実際そのドライビングしながら、はい、サーキットした時に、そうです、これをつけて、はい、で後でもう一回見るみたいな、ね、見てみて、はい、ああなるほど。うちではですね、はい、まあ、ドライブレコーダーなんですけど、はい、まあ、使えるドライブレコーダーということで、はい、うん、ご紹介させていただいてますんで。なるほど、本当いろいろ使えますんで。これいつぐらいから売り出したんですか。これは2ヶ月前ですかね。なるほど、まだそんなあれなんですね、はい、いやこれはねちょっと
面白い。HKさんがこんなものを出してたとは夢には思わなかった。本当ですか。はい、まあ、なんかいろいろある。あ、こんなところにエナジードリンクが、はい、そうです、エナジードリンク、はい、はい、これ何ですかこれ。これはですね、はい、まあ、この見てもらうと分かる通り、バルブのですね、はい、カーボン、これを除去する、添加剤です。添加剤、はい。あ、そんなのがあるんですか。そうです。決して怪しい飲み物ではないですよ、ね、どう見てもこれね、怪しいですよね、これね。怪しいね、ちょっと黒くって毒々しい感じです、ね、毒々しいなんか感じですけど、うん、まあ、間違えてもね、はい、飲まないように。そうですね、ここになんか毒のマークなんか書いておいた方がいいんじゃないですか。一応この注意マークでこの表現してるんですけど、ね、はい、飲まないようにと。そうですね、はい、あともう一つ聞きたいんですけど、はい、なんかHKさんのいつもやってるイベントが、はいはい、なんか5月になるとか6月になるとかっていう。そうですね、はい、今年ちょっとオートサロンの方に、はい、出させていただこうかなと。なるほど、復活されるわけですね、思ってまして。なるほど。でまた春頃ですね、はい、またこちらの富士スピードウェイの方で。なるほど、またその際はぜひ。いやいや、まあ皆さん、ね、まずオートサロンに行って、はい、HKさんのブースに行って、はい、でイベントは富士の時はまたこちらに来てもらうと。そうですね、まあ、そういう感じで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、これ見てください。雨に濡れたサイバーエボみたいなね。しかもこのトレフィーもこれほらこれ持ちましょうか。溜まっちゃってほらこれ、これね、これ今日の降水量を調べてるね、これ素晴らしい。この豪雨の中のね、ハイパーミーティングですが、まあ、今回ね見事、世界チャンピオンに輝きました、サイバーエボと、まあ、このブースを、の、アニメテッドワークスの佐藤君。はい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしく。まあ、さっきね2人でトークショーで、はい、なんとなく適当にやってたわけですが、はい、はい、まあ、実際ねこの車がまあ、世界一になった要因として、もちろんねやっぱりこう忘れちゃいけないところっていうのはね、佐藤君とこのアニミ製の、ブレンボブレーキ、ね、はい、ありがとうございます。まあ、それがねやっぱりこう実際素晴らしいパフォーマンスで、で実際の G もすごい G も出てるし、でまたそのパッドとの、バランスもすごくいい感じで、はい、まあ、本当はねこれでちょっと富士でね、はい、フルブレーキをかけて やりたいです ね、 やりたいですね。もう280キロからブレーキ踏んで、はい、どれだけ止まるかみたいなね、うん、まあ、そういう感じでやってみたいと思いますが、はい、ぜひ、まあ、できたらね今日も話してたように、富士と鈴鹿も、はい、鈴鹿、うん、まあ、なんとかねアタックして、はい、でそこで、まあ、すごいタイムを出してですね、うん、まあ、どれだけそのチャンピオンカーはすごいのかというのをね、まあ、一緒にやっていきたいと思います。はい、はい、はい、奥山さんのところにやってまいりました。こんにちは。こんにちは。まあね、やっぱり奥山さんのところって言えばね、いろいろこうもうバーみたいなありがとうございます補強みたいなね、はい、そういうイメージですよね。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとこの車が気になったのは、はい、なぜかこの鏡張りのこうなんか、はい、はい、ですね、下回りにつける補強パーツを開発してしましてですね、はい、こちらの方の商品がよく見えるようにということで。あ、なるほど、はい、下回り、そうですね、フロアの剛性を上げるためにですね、使うバーを開発したので、それがよく見えるように。これね、例えば、はい、実際この下のバーをつけた状態で走らせると、はいはい、体感できるんですか。これはもうバッチリですね。どういう感じになるんですか。そうですね、はい、まあ、車自体がよく、クイックになって車自体の動きがよく分かりやすくなったりとか、はい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 、あとは、まあ、普通の走行の時とかだとですね、まあ、直進安定性が向上したりとか、はい、コーナーリング中の安定性が増すという形のイメージになりますかね。なるほど、はい、要は普通ね、室内のロールゲージさえちゃんとこうパキッ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 と組めばそれでいいんじゃないのっていう感じなんですけど。そうですね、それだけじゃダメなんですか。やはり今ロールバーをやっぱりつけたがる方がやっぱり数が少なくてですね、それの代わりに室内がやっぱりこうリアにこう座れないとか、はい、乗りづらいとか、ね、そうですね、はいはい、それの絡みがあって、そういう人向けに対してこう下のそうですね、補強すると、はい、そうですね、ただ単にこうタワーバーだけじゃなくって、はいはい、やっぱり下も補強すると、はい、そうですね、それ
まあ、ロールゲージ入れたようなフィーディングになるっていう。はい、そうですね、その通りです。あ、実際どうなんですか、競技車両ってあるじゃないですか、はい、でもちろん、まあ、室内はねもうバキバキに入れて、はい、実際下もなんかも入れちゃうもんなんですか。競技車両はあのやっぱり結構、はい、規定がありましてですね、あつけちゃいけないカテゴリーとかもあるんで、はいはい、なかなか難しいんですけども、はい、やっぱりあのミニサーキットとか、うん、まあ、こうやって富士スピードウェイとかで、うん、走られる方で、ロールバーは入れたくないけど、うん、しっかりと車を走らせたいって方なんかには、はい、結構やっぱりこうその補給の体感をしていただきながらタイムアップも望んでいけるという形ですかね。まあ、やっぱり補強っていうのは大事ってことですよね。はい、そうですね。まあね、俺もね、もうどんどん体がちょっとねガタきちゃって、いや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 補強したいな。いろんなところね、はい、いろんなところ特にね、いや補強したいところあるんですけど、はい、年とともにね、なんかいいあれないですかね、これね。山田さんの場合はどうしたらいいですかね。はい、ねえ、やっぱりそうね。はい、エンドレスさんにやってまいりました。こんにちは。どうも、お世話になっております。なんか面白い、はい、いいものはないですか。なんかこう、そうですね、ちょっとネタを探してるんですよ今回。ハイパーミーティングに来てね、うちで一番のおすすめはこれ、はい、このモノブロックですね。モノブロック、はい、モノブロックっていうと、一つの鉄の塊からはい作ったってやつの。そうですね、これはね、はい、4000トンの鍛造プレスで、この形にしてます。そのね、はい、4000トンのプレスっていうのはどこにあるんですか。そんなプレス、4000トンのプレスは、はい、もちろん自社の中にその機械があるわけではないんで、はい、そういった鍛造の機械を持っているところで、はい、鍛造を打ってもらってやっております。なるほど、はい、これね、はい、例えば2000トンと4000トンの違いっていうのはあるんですか、やっぱり。あ、そうですね、はい、叩きつけるこのパワーというか力が違いますんで。なるほど、表面の密度ですとか、うん、まあ、そういったこの成形性だったりとか、はい、そういったところに違いが出ますね、はい、そうですね、はい、ただね、実際俺も、35GTR、はいはい、でそれでやっぱりこう結構使わせてもらってるんですよ。あ、ありがとうございます。特にやっぱり、車が重いじゃないですか。そうですね、そうすると 35GTR は、ね、結構スピードがあると結構ねきついんですよね、 GTR ね、はい、やっぱりこうね、はい、まあ、そういう部分でね、やっぱりこう、はい、その富士のね、はい、だから300キロぐらいからフルブレーキするじゃないですか、はい、やっぱりそこでのやっぱりこうその安心感みたいなのがやっぱり、はいはい、全然違いますよね。そうですね、300キロっていうとね、はい、本当に GTR 300キロ出ますもんね、ここ。そうですね、はい、もう300キロ今タービン超えると、まあ、310キロとかね、あ、結構な。ただやっぱりね、かなり手前から踏まないとダメなんですよ、はいはいはい、あのブレーキをね、タイヤもやっぱりこう、まあ、ラジアルタイヤで行くんで、はい、どうしてもね、あ、手前から行かなくちゃいけない、で万が一なんかあとみたいなね、まあ、そういうのがあるんで、はい、やっぱりこうそこでね、やっぱりこうどれだけ安心して、そうですね、でいけるかっていう。モノブロックはその単体の剛性がものすごく高いんですね、うんうんうん、ですんで、あの動力、ブレーキを踏んだ力を余すことなくこう、うん、パッドで挟むことができる、はいはい、でそういったところの不確かさとかがなくなるんですね、はい、で、あの何回踏んでも同じようなブレーキのあのタッチとか効きを再現することができるんで、はい、うんうん、そういった点でやっぱり安心感につながるのかなと思いますね。そうですね、はい、まあ、あとね、俺は気に入ってるのはこの、はい、このカラー。あー、カラーですね、うんうん、はい、なんかこれは例えば、はい、こういう、まあ、キャリパーで、あ、僕黄色がいいですって言えば、はいはい、そういう風にやってくれるもんなんですか。はい、オーダーいただいた時にですね、はい、特注色のオーダーっていうのを受け付けてますんで。ちなみに何色ぐらいあるんですか、はい、言えば何でもありなんですか。基本的には、はい、塗料としてある色であれば、はい、およそできるんですけども、うん、うちのカタログに載せてるものですと、ブラック、シルバー、このイエロー、あとレッドありますね、はい、やっぱり車ってキャリパーもこうその性能部品なんですけど、はい、見た目のやっぱりこうね、そうですね、あるじゃないですか、実際車の色と車のオイルの色と、そうですね、やっぱりそことね、コーディネートしたいっていうのがね、はい、やっぱりこう、そうですね、うん、そういったところのカラーマッチとか大事だと思いますので、うんうん、そういったところには、いろんなカラーのバリエーションを持って、はい、なるべく答えられるように。ちなみにこれ例えば、はい、色塗ってくださいって言った時に、はい、やっぱりこうコスト的には結構かかるんですか、これ。それほどではないですね、1万円アップ、はい、ああ、そうなんですか、はい、1万円でもじゃあ、はい、色を好きな色に、そうですね、あ、これはいいですよ、皆さんもぜひ自分の車に合った色をこうチョイスして、はい、こう性能とファッションと両方を、ね、追っかけてください。はい、よろしくお願いします。
さあやってまいりました、GCG タービンね、ここにこうカタツムリみたいなのがいっぱいありますが、これは決してエスカルゴではありません。はい、面白くないですね。はい、意外とねダメなんですよそういうトークはね。というわけで、ここにねいるのが、GGC のもう看板とも言える、ダニエルですね。実はですね、彼のオーストラリアのタイムアタックに行った時にすごくお世話になりました。でね、またね、あのね、可愛いお姉ちゃんを連れてくんのよ、こう、ね、で俺の大好きなジェシカちゃんね、やっぱりこうジェシカちゃんを必ずこう連れてきてくれて、もうそれでね俺テンション上がっちゃって、あのおかげであれがなかったらね、実際あんなタイム出たかどうかっていうのはよく分かんないのね。それぐらいねダニエルにはね非常にお世話になってます。あとこの間はねダニエルのね、兄弟こう、妹と弟、それがまたいい感じだったね。ね、そうですね。そうですね。ね、実はね、あのダリーの弟ハードゲイなのよ。ハードゲイ知ってた？誰も知らない。誰も知らない。でも言ってたじゃん、俺あのねうちのね兄弟面白いんだよとかって言ってなんか言ってたよね。そうそうそう、ね、そうそう、まあ、そんなね余計な話はこう差し置き、まあ結構ねダニエルとこの GCG のタービンはやっぱりこういろんなところで、まあ、使われて日本のチームですね、レボリューションとか、パンスピードとかね、まあ、そういうところでも使われ、すごいパフォーマンスを、まあ、出しているわけですが、うちは使ってません。はい、その使ってない理由はですね、まあ、滝沢さんがもう前から使っているやっぱりこう IHI のタービン、ただ今回その壊れたんですね。ね、そうですよ、壊れたよね、うん、そうそうそう。でタービンが、うちのタービンが壊れたらダニエルがこうちょこちょこって言って嬉しそう、もうニコニコ笑顔満面の笑みで、どうしたのみたいな、壊れちゃったタービンみたいなね、そういうね流れでねやっぱりこう来たのがものすごく印象的でね、うん、どうすかその辺はね。あ、まあそうですね、まあ、ぜひ来年は、ね、うん、GCG タービンをしてほしいです。そうそうそう、まあ、言ってよ、うちのねオーナーにね。はい、うん、まあ、俺はね、何回も正直言ってね壊れないでパワーのあるタービン、はい、まあ、それを欲しい正直言ってね、はいはい、うん、やっぱりパワーがねやっぱりもうちょっと足んない。今どれぐらいですか、馬力は。馬力的には600弱、うん、いや、どう考えてもね、この間あのシエラの、あれが多分700ぐらい、そうですね、うん、出てるんで、はいはいはい、やっぱりこうスピード差が20キロぐらいあるんで、はい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 、そこまでね差がつけられると、うん、いくらコーナー頑張ってもそこでエンジンでそこで差がついちゃうと、まあ、どうしようもないんでね。はい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 、ぜひ、まあ、いろいろ考えておきますから。そうですね、いいバランスのタービンをぜひ、はい、いいバランスのタービンとで向こうではちゃんとしたこうね、こう夜のセッティングなんだろうね。ダニエルにこうお願いしてですね、気持ちよくやっぱりタイムを出したいなと思います。とりあえず GCG タービンでした。